楽にして、その前に生ハゲについて少しばかりご説明をさせていただきたいと思います。生ハゲの言葉の由来ですが、ナモミという言葉があります。いろりの火に当たっていると手や足に赤い火型のようなものがついてきます。それをナモミと言います。ナモミは休んでばかりいる怠け者さんによくつきますので、そのナモミを剥いで懲らしめるナモミ剥く、ナモミ剥ぎとなまって生ハゲになったといいます。生ハゲは大晦日の晩に行われています。ここ新山地域では3人1組で歩きます。生ハゲが2人、先立ちを予告して歩く人が1人です。はじめに先立ちの人が、生ハゲが来たけども入ってもいいですかと聞きます。その年お産や不幸があった家には生ハゲは入られない風習となっておりますので、あらかじめ先立ちの人が確認をいたします。で、生ハゲさんが今入ってきますが、最初に7回四方を踏んでから家に入ります。で、大きな声で怠け者はいないか泣く子はいないかと言って家の中を探し回ります。家の浴衣はお酒を膳を出して振る舞います。で、生ハゲはここで5回四方を踏んでからお膳につきます。その後親方と生ハゲさんとの問答が行われます。その年の作柄についてや家族のことなどいろいろ話をします。で、お話が終わりますと生ハゲは3回四方を踏んでから再び家の中を探し回ります。新山の生ハゲには角がありません。それは親山の神様と言われております。で、生ハゲさんが家の中を探し回っている時に着ている毛での藁が落ちます。その藁には神様が宿っているので、大晦日の夜は掃除をしないでそのままにして元旦の朝まで起きます。落ちた藁の中でも長い藁は頭に巻くと賢くなるとか風邪をひかないとも言われております。ただ生ハゲさんから引っ張った藁にはご利益がないそうなので、生ハゲさんからは引っ張らないでください。ではそろそろ生ハゲさんが入ってきますので、お話はこの辺で終わりにしたいと思います。カメラや携帯の持ちの方は撮影は許可されてますので撮っても構いません。ただ動画を撮る場合はライトを消してください。では足を崩してどうぞごゆっくりご覧ください。秋田弁でお話ししますので、皆さん分からないところもたくさんあるかと思いますけれども、後ほどで結構です。お手元のパンフレットを見てもらえれば、ああこういうことをやったんだなということを感じ取ってもらえればありがたいと思います。それからお客様にお願いありますけれども、お客様お持ちのスマホとかカメラとか、それからバッグとかお土産物とか、そういう大事なものは膝の上上げて管理してくださるように、間違っても下には置かないようにしてください。生揚げさん気まぐれなもんですから、これくらいの間あれば少々入るんですよ。その時下に置いておくと、その大事なものを踏まれたり吹っ飛ばされたりして壊れてしまうと大変です。ではおめでとうございます。ありがとうございます。浅田さんもこの歩いてるところをよく来てくれますか。小山田は雪大分積もってますね。今年は雪よぎで2メートルも積もってるさ。まあそれにも生ハゲだば山からどんどん降りてきてます。足場の方も何でしたしな。名前さんどの辺まで来てますか。まあ隣の島に来てるんだもんな。隣の家ごと口がにくいんで、
隠れてたら生ハゲに見つかってスコッともごしゃがやったりさ。そんなもの騒ぐ声聞こえてやったものな。なあすべ。あそれにもその子もこれからはちゃんと言うことをするって生ハゲと約束しちゃったから。あよかったしな。間もなく親方の子供さ。ママこそ待って、あ、軍事者当たってください。はい。怪我や病気しないようにみんな元気出るよ。これにて終わりにさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。